リートフェルトのシュレーダー邸は、オランダのユトレヒト市内にあり、1924年に、オランダ人建築家へ、リット・リートフェルトによって設計された住宅である。デステール建築を代表する作品で、世界遺産に登録されている。夫を亡くしたシュレーダー夫人と三人の子供たちのために建てられた。モンドリアンの抽象画を建築化したかのような外観で、白。 灰の面と黒、赤、黄、青の線によって構成されている。これは1917年に発表された赤と青の椅子の造形原理を発展させたものである。鉄筋コンクリート作りでは高価になるため、壁を漆喰塗りのレンガ作りとし、床と屋根は木造である。補助材として藍型コーとコンクリートが使われている。1階には、スタジオ、書斎、台所、 家事室、メイド室がある。2階は今、夫人の寝室、息子の部屋、娘2人の部屋があるが、間仕切りは、稼働式で移動させると一つの広い部屋として使うことができるようになっている。これは、夫人のアイディアによるという。シュレーダー夫人は1985年に亡くなるまで、この邸宅で生活を送った。現在では、ベルタス・マルダーによって修復が行われ、 ミュージアムとして訪問者のために開放されている。2000年に建築分野の現代の運動の証の一つとして、みなされ、ユネスコの世界遺産に登録された。山形、P42。新建築者、NHK 夢の美術館世界の名建築百選。新建築者、2008年、214ページ。ISBN 978から4から786902192。 山形 P42 この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。